消息宣言とは、大上官や委員長が発する公式な命令を、消息形式の文書で行う略式の手続きのこと。天皇や上皇、法皇の意思あるいは、苦行の会議の結果を搭載、決定した事項は、蔵人から指示の伝達を受けた情景が神座において、発する口頭形式による命令を通じて、弁官、決起の手によって文書化されて、相手に通達される。 この文章を宣じ、ここまでの一連の手続きを宣言と呼ぶ。平安時代後期に入ると、臨時の決定や経緯と思われる事項に関しては、仁義を招集せずに、情景以下が在宅のまま手紙のやり取りによって、持ち回り、形式で宣言する方法が用いられるようになった。これが、消息宣言である。まず、天皇や、自典の君の直視を受けた蔵人頭が、 口頭命令の代わりとなる口、線と呼ばれる直使の内容を記した文書と口、線の申請を証明する添え状を作成して、この2通を情景の資格がある苦行のもとに提出する。これを受けた苦行は担当の弁管、劇に文章作成を指示する添え状をつけて送付した。なお、弁官、劇がさらに回の,の文書作成を任せる際には口、千人氏は、 弁官、劇に止められて、その内容だけを記した書家を持って作成の指示を出した。なお、この形式での宣言は略式であるため、宣言を受けた者が改めて少書以下の公式な文書としての発給を求めることができた。鎌倉時代以後、朝廷の水備に伴って、仁義での宣言は、新能宣言や石官等の交換任命などに限られるようになり、 手間のかかる人義を経ずに、速やかな宣言手続きが可能な消息宣言による命令交付が主流となる。ありがとうございます。